チャオアミーゴ、始まりました。スーちゃんバグ釣り研究所、スーちゃんです。あなたの再生回数1回、その1回はそれを見た人1人を幸せにしているということです。あなたは世界を幸せにしています。ありがとうございます。皆さん、我が中日ドラゴンズ、やっとエンジンがかかり始めましたよ。首位の巨人を連勝、いやー、大野投手圧巻でした。中日ドラゴンズの勝率とスーちゃんの超過は比例していますので、スーちゃんもエンジンかかりますよ。はい、というわけで今日はですね、2人の研究員の方からレポート提出がありました。いつも本当にありがとうございます。その仮説を検証していきたいと思います。あ、そうそう、それでまだ研究員になってないよーって人は、今のうちにチャンネル登録して研究員の一員となって、同志となって、どうしたら魚が釣れるか一緒にですね、研究しレベルアップしていきましょう。それで今回いただいたレポートの内容ですが、まず一つはアギガーダムでワームを使ってみたらと、もう二つ目は岩盤立ち木ゴロ石でどこが一番バスがいるのかなということです。で、今回この二つの仮説を検証していきますが、その方法は魚群探知機で岩盤立ち木ゴロ石エリアを探ってみて、ワームを落として実調検証してみたいと思います。ただアギガーダム立ち木エリアは今の水量だと沈んでいるので、その立ち木エリア辺を、まあ、魚群探知機探ってみたいと思います。それとあと前回動画でバスベイトで出るぐらいバスが活性化しているので、トップルアーを 2,3 個持っていきたいと思います。まあ、使うルアーは後ほどお知らせします。それともう一つ、アギガーダムや各場所でスーちゃん見てますよと声かけていただいております。ありがとうございます。でもどの中日ドラゴンズのねユニフォームを着てもバレちゃうんですよね。スーちゃん変装の仕方がいまいちなのかな。あ、それでただちょっとお願いがあるんですけども、岸からカヤックに乗ってるスーちゃんに大きな声でスーちゃんと呼ばれますと気持ちはものすごく嬉しいんですが、他の人の迷惑になるので、その時は大声を出さずにコマネチコマネチと2回してもらえたら嬉しいです。さあ、それではお待たせしました。 VTR いきますね。どんな検証結果が待っていたのか、 VTR スタート、アデランテ。
そう、食べた。皆さんお疲れ様でした。ちょっとね、空がゴロゴロいてきて雨が降り始めたんで終わりました、今日はね、またアクションカムがオーバーヒートして録画停止してしまったので、何回もね録画ボタンを押してまた消えたり押して消えたりでごまかしながら撮影しました、まあ、30センチ以下の小バスですが、7匹ぐらいかな釣り上げましたが、ちょっと映ってるか心配です。ラインスラックのねマイティヒートでも小バスを釣りました。それで、今日のね仮説検証ですが、まず1つ目の仮説ですね、アギガダムでワームを使ってみてはですが、結構良かったです。今日はね、ゲーリー山本の4インチカットテールと、多治見のねタクレットさんで100円で買ったシマノのスコーピオン 4.5 インチのカーリーテール、他にもねワームいろいろ持ってたんですけども、このね2つが結構良かったですね。一番良かったのが、シマノのねスコーピオンの 4.5 インチのカーリーテール、これがね今日一番バカズレしましたね、で何回かねバイトも当て、でもうねギリギリのところでこうバラしてしまったやつもあります。はい、で今日ですが、あの水がですね2メートルまでいかないですけど 1.5 ぐらい、前回よりも水が減ってましたんで、ちょっとねきつい面もありましたね。それと、2つ目の仮説ですけども、岩盤立ち木ゴロ石エリア、どこが一番バスがいるのかですが、魚群探知機で探ってみましたが、アギガダムで今の時期一番バスがいたのはパタゴルフ場の奥の吊り橋下エリアのバックウォーターですね。おそらくねアギガダムの冷たい水が流れ込むので、この暑い時期はバスが集まってくるのかなと思います。ただ皆さん気をつけてほしいのが、吊り橋エリアからアギガ側は釣り禁止エリアになっています。今日ね何人か釣りをしている人がいましたけども、ちょうどねアギガワポイントの吊り橋がちょうど釣り禁止の境になってますので気をつけてくださいね。以上ね仮説検証結果でした。驚いたのがね、だいぶ減衰してたので、その吊り橋エリアのバスがね結構40アップが結構丸めに見えたんですよ。でワーム投げてこう加える瞬間見えたんですけども、この40アップのやつ本当賢いか知らんけど、ワームこう加えたらすぐ入っちゃうんですね。でも釣れるのはね30センチ以下のバスばかりで、ちょっとねなんかねまた考えて作戦を考えてちょっとリベンジしたいなと思います。ということで今日ねどうでしょだったでしょうか。面白かったよ、スッキリできたよって方はコメントで面白かったよ、スッキリできたよと高評価いただけたら嬉しいです。書くことがないよって人はじゃあオートだけでもいただけたら嬉しいです。研究員の方はまた研究レポート提出していただけたら本当に嬉しいです。ありがとうございます。でまだ研究員になってないよって人はチャンネル今のうちにチャンネル登録して研究員の一員となって、同志となって釣りを研究していきましょう。一緒にどうしたら釣りが魚が釣れるのかレベルアップしていきましょう。でスーちゃん今回の動画、じゃあ溜まっていたムラムラが好きできないよ、もう違うサイトにてスッキリしてくるよって人は高評価ボタンだけでも押していっていただけたら嬉しいです。あなたのコメントだったり高評価、次回の動画を作る大きなモチベーションになっています。いつも本当にありがとうございます。では次回もスーちゃんバクズリ研究所でお会いしましょう。スーちゃんでした。じゃあおー。